はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリティブログです。今日はクリスマスプレゼントの交換タイムです。ウェーイ。今年はね、ドイツに行く予定だったんですけど、それが中止となってしまって、レナさんががっかりしていますので、クリスマスプレゼントをよこせと無言の圧力によりプレゼントを渡すことに決定いたしました。それはない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 。どこでそれを聞いたの？いや、無言の圧力ということで、クリスマスプレゼント交換です。じゃあよこせ。じゃあよこせ。じゃあよこせ。やばい女だよじゃあ私からレナさんに向けたクリスマスプレゼントをお渡しします。へー、こちらですね。ドドン、トゥモローランド。あのアウトレットでよく私たちは買い物をするブランドです。はい、ということでクリスマスプレゼントです。ありがとう。まあ一緒に買いに行ってるからレナさんは中身知ってますプレゼントに対しては、うん、1年目で付き合った時に、うん、こう分けてお互いの何をあげるかを考えて、想像が合わないということを気づいて、うん、そこからもう永遠にプレゼントを一緒に買いに行くという方針に変えましたね。そうだね、そうだ、1年目だけだよお互いサプライズでプレゼントの中身分からず交換ってやったのそれをやめた方がいいよ。でお互いに価値観かなり違いますのでで、相手を想像する力もないみたいなので、ね、お互いあ、そう。なので2年目からはもう一緒に買いに行ってお互い欲しいものを買うと。そういうこと。もうこれが一番間違いないですからね。はい、ということでレナさんが欲しかったものはこちらです。はい、ということでネイビーのダウンジャケット。これはストーリーがありますよね。皆様にお伝えください。去年からもうずっとダウンジャケットを買おうとしてて、今持ってるダウンジャケットは十何年前にドイツで買って、もう結構ボロボロな、去年アウトレットに行ってコーチでなんか良さそうなジャケットを試着して、どうかなと思いつつ、その日に買ってなくて、で、何週間が経ったらやっぱり買いたいなと思ってアウトレットに戻ったら売り切れてしまいました。本当に1週間とか2週間しか経ってないけど、最初に欲しいと思ってたものが次行ったらサイズがもうなくて売り切れてました。で、そこからずっとダウン欲しいねって言ったけど、なかなか気に入るものがなくて、クリスマスプレゼントをショッピングに行ったらたまたまこれを見つけましたので、ちょっと試着してみますか。試着してみてください。どうですか。このフード可愛いよね。動きやすいし、軽いし、あったかいし、色もいいし。そうだね、レナはネイビーが似合うね。ちなみにブランドは ADD って読むのかな、 AD って読むのかな。もともと2人ともブランド自体は知らなくて、トゥモローランドっていうセレクトショップでよく買ったので、はい、そこに置いてあって一目惚れして決めました。そうです。だからこのジャケットがめちゃめちゃこれから使います。ありがとうタカ。じゃあ Are you ready? 私がもらえるクリスマスプレゼントまあそれもタカが選んだし、私は全く知識がないしそうですね、自分が欲しいものをレナ社長に買わせたということですねそういうこと。はい、いきます。これはね、大きいです。レナ社長の身長ぐらいあります。はい、こちらになります。デデン、スノーボードですね。まあ皆さんが知ってると思いますけど、タカがスノーボードが私より好きです。はい、冬のシーズンにおいてはレナよりスノーボードの方が優先順位が上がります。毎週スノーボードに行くので、2年前にパウダーボードを購入してスノーボードやってたんですけど、パウダーボードももちろん楽しいんですけど、カービングのハンマーヘッドボードが欲しくなってレナ社長におねだりをしました。わかりません。ということでクリスマスプレゼントとしてグレーのハンマーヘッドボード買ってもらいました。これで今年は頑張って練習したいと思います。また動画にしますね。はい、ということで
こちらのスノーボードで今年の冬は思いっきり楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、終わりですけど、ということで今年のクリスマスプレゼント交換でした。終わりだはずだけど、もう一つの袋がありましたよ。私にもう一個のプレゼントがあるらしいよ。僕は一個しかもらっておりませんが、レナ社長は二個よこせと言ってきました。ちょ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 、言ってないし、タカに板とビンディングが二つだよ。ということでもう一つ買わされたものがございます。イエーイ、私の好きなコーチ。全部アウトレットなのでめちゃくちゃ安売りしてて、プラスアルファで買いました。コーチのトレンチコートですね。タカが最近自分用のコーチのトレンチコートを買って、かっこいいなと思った。ちょうどこれの同じモデルのメンズバージョンの色違い、僕はカーキみたいな色を買ったんですけど、それを僕が買って着てたら、レナ社長も私も欲しいよと言い始めました。試着しなくていい？試着してみましょうか。はい、オッケー。本当に軽くて薄くて、春とか秋用のコートだね。うん、で動画で伝わるかわかんないけど、ちょっと薄いピンクっぽいトレンチコートです。かわいい。これ後ろもかわいいよ。ここのボタンもなんかちょっと、ここにレザーがワンポイントでディテールで入ってて、ね、かわいらしい。で着丈もちょうど長すぎず短すぎず、うん、足も長く見えて、スタイルよく見えるかっこいいコートですね。あとは来年からタカとパートナルックができるね。それはしません。普通のカップルが日本人ってパートナルック多いじゃん。そう、外国人はするのかな、パートナルック。あんましないよね。でもしたい。あんまかっこいいと思わないもん、パートナルック。したい、パートナルックをしたい、パートナルックをしたい。はい、ということで、今年はね、いつもより予算をかけましたね。いつもはこんなにお互いプレゼント交換しませんけど、今年はね、ドイツに向けてお金を貯めてたっていうのもあるので、それが全部こっそりなくなって、自由に使えるお金がある程度できましたので、まあ、ドイツに行けなかった悲しさを買い戻す。これがストレス発散のショッピングですかもしれない。よくある。皆さんはどうですか、クリスマスプレゼントはお互いにしますかしませんか？コメント欄で皆さん教えてください。ではこの動画が楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。